任せとけよい。ルフィたちは仲間を見つける手がかりを求め、政府がダイヤルに関わる秘密の実験を行っていたという大監獄インペルダウンを訪れた。潜入するにあたっては海賊女帝ボア・ハンコックに協力を求めた。政府公認の海賊であるオーカ七部会の一角を担うハンコックは、その地位を利用して強引に大監獄の入り口を開けさせ、ルフィたちを中へと導き入れた。無事に監獄にたどり着けたな。ありがとう、ハンコック。良いのじゃ良いのじゃ、ルフィの役に立ててわらわも嬉しい。あとはダイヤルの実験をやってた場所まで行って、なんか手がかりがないか探せばいいんだな。監獄の中ではすでに何やら騒ぎが起きている様子。とはいえ、ここは人を逃がさぬための要塞じゃ。ルフィ、くれぐれも気をつけるのじゃぞ。わかった、行ってくる。があるとすれば最深部が怪しかろう。リフトを使えば降りられようぞ。分かった、用が済んだら脱出できるように。ハンコックたちは館と出口を守っててくれ。分かった。男は嫌いじゃが、ルフィがそう言ったら我慢しよう。隊長、またも侵入者がありましゅ。なんだと、ここは逃がさん。インペルダウン完全封鎖の準備を始めろ。もう侵入したのがバレたら急ぐぞ。手を貸してやるからよ。あ、いいぞ。逃がすものか、ネズミども。味わうがいい。さあ、やった。もう逃げるぜ。ここは俺たちに任せとけ。やった。出口を抑えられていては奴らに逃げられる。出口を奪還しろ。やった、やった。ルフィが戻ってくるまでここは誰一人通さぬ。やった。
俺に勝てねえよ。ゴーストラップ、できない。
じゃ。ハザードに続き、ここも黒ひげが続ける機会はいい。ここが実験室か。随分と荒らされておるようじゃが。俺たちより先に黒ひげが来て荒らしていったんだ。これでは何も手がかりは得られそうにないな。
ティーチがここに？一体どういうことだよい。ティーチは白ひげ海賊団を抜けた後、エースさんが追ってたんじゃったな。まあ、今は自ら船長になって海賊団を率いてる。大海賊同盟にも加盟してるはずだよい。ここを襲ったのが同盟の指示なのか、ティーチ個人の意思なのかはわからねえが。とにかくだ、政府のダイヤル研究に絡む場所が2カ所も襲撃されたとなりゃ、政府も海軍も黙っちゃいねえな。ティーチが絡んでるってのも不気味だよい。それよりもこれからの話だ。このまま出航すれば行く先はマリンフォード。ああ、親父とも連絡は取ってはいるが、無事に抜けられるとは思えねえよい。おい、新しい情報が入ったぞ。俺たちにとっちゃ朗報だ。なんじゃ。大海賊同盟が海軍本部に戦争を仕掛けるらしい。戦争？